1対0の完封勝利となりました。素晴らしい勝利でした。今日のゲーム振り返ってお願いいたします。まあ、そうですね、まあ、みんな本当に最後までよく走って、まあ、攻撃でも、まあ、少ないチャンスでしたけど、まあ、そこをしっかり決めれたので、まあ、今日の勝ちはすごい良かったと思います。攻守にわたって非常に集中力が高いゲームだったと思いますが、どんな意識で今日臨みましたか？まあ、そうですね、やっぱり北九州さんもすごい、まあ、やっぱり能力高いチームだと思ってたんで、まあ、とにかくしっかり最初守備から入って、まあ、その、まあ、相手が攻めてきたところのカウンターを狙おうという話はしてましたね。小牟田選手自身もかなりハードワークしてまして、運動量落ちませんでしたね、最後まで。そうですね、まあ、やっぱり、どうしても勝ちたかったんで、最後まで走り切ろうと思いました。チームとしては5試合ぶりの勝利になります。次に向けてお願いいたします。まあ、そうですね、チームとしても5試合ぶりですし、まあ、僕も高校来てから初めての勝利なんで、まあ、本当にこの勝利を、まあ、次につなげて、僕もまあどんどん点には絡めてきているので、まあ、次は自分が点取れるように頑張ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。